食べれるからさ。いやー辛かったです。皆様こんにちは。今回もねカルディで買ってきたこちら使ってバイトちゃんのまかないとして食べてもらいたいと思います。ちょっと見た目から辛そうなんで僕は食べるのやめときます。今回はね作り方とか材料などはこちらのパッケージの後ろにもう全部記載されてるんでね割愛して作っていきたいと思います。こちらを購入してぜひ作るときは後ろを参考にしてみてください。どれぐらい辛いのかちょっと楽しみです。スタート。はい、こちら早速ねマーラーシャンゴーの素を使ってバイトちゃんのまかない作りたいと思います。まあ一応こう後ろに全部書いてますんでこちらをね参考にしていただけたら幸いです。まあ簡単にちょっと材料揃えてみました。ちょっと豚肉しかなかったんでねこちらは牛肉って書いてますけど豚肉の方で代用したいと思います。あと根菜はレンコンと大根でねあと緑にピーマンとちょっと野菜も入れたかったんで白菜あと魚介類って書いてたんでエビとイカを用意しておきました。あとキノコにエノキだけですね。これで早速作っていきたいと思います。はい、まずはねフライパンにごま油を入れて温めてください。フライパンがね温まってきたらまずは根菜から入れて火を通していきます。はい、フライパンが温まったらね根菜類を入れてください。今回は大根とレンコンを入れます。根菜にね火が通るまでまあ中火ぐらいでゆっくりと炒めてください。裏表をひっくり返しながらねちょっと軽く焼き色がつく感じで炒めるといいかと思います。軽く火が通ってきたらねお塩を振って味を整えます。はい、こんな感じでね根菜に火が通ってきたら軽くねお塩をして下味をつけてください。軽くね根菜に下味をつけたらこちらのねカルディさんのマーラーシャンゴーを全部加えます。全部加えてねある程度混ぜながら沸騰してきたらねお肉と魚介類を入れてください。お肉と魚介類を入れて火が通るまで混ぜ合わせながら中火で炒めていきます。わ、すごい香りがします。はい、こんな感じでお肉とね魚介類に火が通ったら残りのお野菜などを加えてあとはね強火で一気にね煮絡めながら野菜全体に火を通したら完成です。全体的に混ぜながらしっかりと炒めてください。このねレトルトのタレが煮絡んでなくなるまで炒めます。はい、こんな感じで全体的にタレが煮絡んだら完成です。盛り付けていきます。はい、できましたんで盛り付けていきたいと思います。まあちょっとバイトちゃんのまかないなんでね半分ずつになるように均等に盛り付けたいと思います。大根とねレンコン炒めるとね意外と美味しいんですよ。僕好きなんです。今回はね野菜も魚介類もお肉も入ってるんで絶対美味しいと思います。その辺のね食材から
旨味が出てきてると思いますんで、あとはどれぐらい辛いのかっていうのだけが心配ですね。はい、こんな感じでね、盛り付けたら完成です。できます。はい、できました。どうぞ。ちょっと感想を言ってな、辛いかどうか。ああ、まあまあ、まあ、辛いですけど、うん、でも食べれるからさ。お前らが辛いの強い辛とかじゃなくて、カレー、うん、カレーみたいな、うん、カレー、ほんまにカレー、ああ、クミンの香りが効いてるって、うん、カレー書いてた。ちょっと辛めのカレー食ってるみたいな感じ。ああ、なるほど。美味しい辛さのやつやな、辛めのカレー、うん、あ、美味しいカレーのやつの炒め物、うん、なるほど。全然食べれる。あ、そんなに辛くないみたいですね、うん、でも辛いのに弱い人はちょっときついかもしれないです、うん、ということでね、カルディさんで見つけてきたあの辛そうなレトルトパックが美味しい料理に変わりましたんで、ぜひ皆さんも試してみてください、うん、はい、ということでカルディさんのね、マーラー、何やったかな、なんとか具をは作ってみたんですけど、あのバイドちゃん2人は辛さに強い方をやったと思います。私ちょっと一口もらったんですけど、まあ辛かったです。辛いのがね苦手とかそんなに強くないっていう方が食べたら、まあまあ辛いですね。もう僕今汗ダラダラ出てきてますんで、香辛料も効いてます。ちょっと騙されましたということでね、皆さん辛いのが好きな人は結構おすすめです。中華風のね、なんかクミンが効いたカレーみたいな感じの炒め物の味になりました。ということで、ぜひおすすめなんで試してみてください。ありがとうございました。